フォーラム平和、人権、環境とは日本の市民団体。略称は平和フォーラム。この記事では、前進となる憲法擁護国民連合についても記載する。平和運動や、ブラック解放運動をはじめとする人権運動、合成潜在追放運動などの環境運動を中心に取り組んでいる。また、加盟組織の減衰金と共同で、 各兵器廃絶運動や脱原発運動にも取り組んでいる。月に一回、機関紙、ニュースペーパーを発行している。平和フォーラムの前身となる憲法、擁護国民連合は1955年の左右両派社会党の統合に先立ち、それまで社会党と同様に分立していた五権団体を統合し、左者、右者、労能党、 総評など144団体で1954年に結成された。また、結成大会には、総評加盟の労働組合や宗教団体、市民団体など136団体が、小生団体として参加した。五県連合の結成後、1955年に、社会党が統一される。 この年から砂川闘争が始まり、結成間もない五憲連合も東京地表などと協力して住民を支援した。1957年には労農党も社会党に合流することとなり、一旦は社会党系勢力は統一される。1959年から翌年にかけての安保闘争には五憲連合も積極的に取り組んだが、この安保闘争などをめぐり、 1960年に社会党から民社党が分裂した。五権運動についても民社党系は憲法擁護新国民会議を結成し五権連合を離脱する。なお、新五権はその後論権会議を経て現在では会見団体である総権会議となっている。新五権の分裂により日本の主な五権団体は五権連合、新五権、 憲法会議の3つとなった。新五県の分裂後も五県連合は安定した組織を維持した。55年体制下では五県連合は社会党を中心に革新勢力を支持した。また各地の反戦闘争や公害、反核運動に総評や食と緑、水を守る中央労働市民会議、減水金などと共闘もし取り組んだ。 1980年代から90年代にかけて共闘団体との間に統合の動きが広がり始めた。1992年に五軒連合は減水爆禁止日本国民会議との共同事務所を開設。1999年10月22日に五軒連合に食と緑、水を守る中央労働市民会議が合流、減水金が 組織加盟する形で平和フォーラムとして統合された。1980年代には労働運動でも統一の動きが広がり、1987年の連合の発足に伴い、従来のナショナルセンターである総評、同盟、中立労連新三別は解散した。総評は解散後、総評センターを立ち上げ一部の運動を引き継いだが、 そもそも総評センターの存在自体が一時的なものであるとされていたので従来総評が中心となっていっていた運動は総評センターの解散後は平和フォーラムに引き継がれることになった。また旧総評系の組合と新三別系の一部の組合がこれらの団体の解散後に平和フォーラムに直接加盟した。さらに総評の下部組織であった県評や畜老の中には 解散せずに名称変更をして平和フォーラムの下部組織やその中の労組をまとめる組織となるところもあった。ゆえに平和フォーラムやその地方組織が労働団体とみなされることもある。ただし、これらの労働団体に加盟していた組織であっても、かつて総評に加盟していた情報労連など平和フォーラムに参加しなかった組合もある一方、連合に参加せず、 全労協などに加盟した組合で平和フォーラムに参加する組合もある。五県連合との友好関係を築いてきた社会党は1996年に社会民主党へと名称を変え、そこから民主党が分裂した。平和フォーラムは社会党の流れを汲む両党との友好関係を築くこととなった。2015年に内閣が国会に提出した平和安全保障法案に 対しては、戦争法案であるとして、戦争をさせない千人委員会の中核となり、加盟している労働組合の多くがかつてたもとを、分かった経験のある、全労連携の労働組合などとも一緒に、これに反対する運動に取り組んだ。また、この一連の運動からの市民と野党の共闘には、積極的な立場であり、平和フォーラム参加労組の多くも、野党共闘を推進する立場である。 加盟団体には、立憲民主党、社民党などを支持する団体が多く、平和フォーラムもこれらの政党に対しては、好意的な態度を示す場合が多い。また、沖縄県の地方組織である沖縄平和、運動センターには、社民党沖縄県連のほか、沖縄社会大衆党が加盟している。法政大学大原社権1954年憲法擁護 国民連合結成大会、日本労働年間、第28週700、沖縄平和運動センター設立主意書例として、中央労福協公式サイト内の地方、組織構成団体の平和フォーラム地方組織は、労働団体に分類されている。沖縄平和運動センター、リンク。ありがとうございます。